アンソニー・ジェームズトニー・ヒバートは、イングランド、リバプール出身のサッカー選手。ポジションは DF。1996年、エバートン・アカデミーに加入。ゲンマンチェスター・ユナイテッドのウェイン・ルーニーと、同期入団で、かねてよりの大親友である。当時は、セントラルミッドフィルダーとしてプレーしていた。1998年、リチャード・ダン、フランシス・ジェファーズ。 レオン・オズマンと共に FA ユースカップを制し、初のタイトルを手にする。2001年、FA プレミアリーグ第31節のウエストハムユナイテッド戦でスタメン出場。トップチームデビューを果たす。2003年、初のプロ契約を結びレギュラーの座を確保する。2004から05シーズンには、選手の格付けを行うアクティブインデックスより、プレミアリーグ最高のライトバックと称された。 2005年7月、エバートン FC との4年契約にサインし、障害エバートンを誓う。2006年4月、ヘルニアを患ってしまい戦列を離脱。長期的な離脱となり、翌シーズンはわずか13試合の出場となってしまった。2007から08シーズンでもフィットネスが戻らず、主にフィリップ・ネビルがライトバックを務めていた。その後膝を負傷し、 またもシーズン終盤に戦列を離れてしまった。2008年1月、生え抜きの名優オズマンと共に3年契約を結んだ。そして2008から09シーズン第7節のリバプール FC 戦で復帰を果たした。ありがとうございます。